羽生結弦 GP ファイナル2016フリーマ4回転サルコー。フィギュアスケートのグランプリ GP ファイナルは2016年12月10日日本時間11日フランスマルセイユで行われ、男子フリーでは羽生結弦 22ANA がフリー 187.37 点、総合 293.90 点で男女を通じて史上初となる4連覇を達成した。4勝もエフゲニー・プルシェンコ、ロシア、イリーナ・スルツカヤ、ロシア、浅田真央、中京大に並ぶ最多。羽生は冒頭の2つの4回転ジャンプは着氷したものの、 NHK 杯でも転倒した後半の4回転サルコーで転倒し、連続ジャンプにできず、また終盤には抜けて1回転になるジャンプもあり、得点を伸ばせなかった。フリーでは3位の得点に、演技後はがっくりした表情も見せていたが、首位だったショートプログラムでのリードを生かし、2位に10点以上の差をつけて逃げ切った。宇野昌磨18、中京大は自己ベストの195.69 点をマークし、総合 282.51 点で3位となり、2大会連続の表彰台。 SP では時差ボケのため動きにキレがなかったが、フリー前の公式練習では復調。細かいミスはあったものの、演技後には笑顔も見られた。 SP では5位と出遅れたネイサン・チェン17、米国は4回転ジャンプを4本組み入れるプログラムで全て着氷。自己ベストを大幅に更新する 197.55 点で、総合でも自己ベストの 282.85 点をマークし、2位に食い込んだ。 SP3 位の世界選手権2連覇中のハビール・フェルナンデス25、スペインが 177.01 点、合計 268.77 点で4位。 SP2位のパトリック・チャン25、カナダが 166.99 点、合計 299.75 点で5位。アダム・リッポン27、米国は 149.17 点、合計 233.10 点で6位だった。みんなの声、羽生選手はとりあえず4連覇おめでとう。本人はそんなに嬉しくないだろうけど、次の試合期待してます。宇野選手は2年連続メダルおめでとう。演技自体は満足いく出来ではなかったと思いますが、史上初の4連覇おめでとうございます。全日本も楽しみにしています。本人は納得いってないだろうな。でもそれ以上に辛いのはパトリック・チャンだろうな。一体何が起きた？優勝、そして4連覇おめでとう。 SP から言って絶不調だったのには驚いた。正直優勝がハビかパトリックになるのではと思ったら、二人とも台落ちしてしまったことにもっと驚いた。不調の原因はやっぱり NHK 杯の疲れが出たのかな。
界選手権で晴らしてください。それにしても姉さんチェン選手は怖い存在です。現地入りしてから氷の状態を気にしてましたよね。柔らかいとか後半になればなるほど難しい状態になっていたんでしょうか。他の選手もジャンプしにくい感じだったんでしょうね。羽生選手自身の納得のいく滑りではなかったでしょうが、何はともあれ4連覇おめでとうございます。羽生結弦さん4連覇おめでとうございます。何事にも真剣に取り組む姿勢が結果に結びついたと思います。これからも頑張ってください。羽生くん、宇野くんおめでとうございます。現地の方の報告によりますと、氷が溶けてドロドロだったそうです。後半に行くほどエッジ系ジャンプが飛びにくかったそうです。そういう意味では宇野くん最初で良かったかも。昨年の世界選手権もそうだけど、みんな同じようなコンディションで戦えるようにしてほしいですね。来年の四大陸や世界選手権の氷が心配ですね。チャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。